の位置は、あっちの位置、これから行くのか。あ、また止まってますか。多分電波だと思うんですけどね、一応チェックします。ああ映像止まってる。調子悪いな。これはあれどうなってる。接続し直し。あ、行った行った。これで安定したかな。落ちた、上がった。さっきのとこからまた止まってたんですね。あそこの猫のとこ、猫のところにいる間に止まってたんですね。なんか接触なのかなんか分かんないけど、しょっちゅう止まりますね。もう出てきました。そんないつまでも猫なんかにかかってられるか。USB を買うとは何を買えと言ってますか。 USB を買えでは意味が分かりませんよ。あなたの言うことは不完全です。ここからまた50ぐらい標高を登ってトンネル越えることになります。持って帰ってないです。USB 変えとは一体何を変えとおっしゃってますか。対馬か、近いですね。この島から少し北の方ですよね。対馬は、壱岐と対馬は。ん？何を修理とは言わん。そう、どこに問題があるか切り分けてからでしょう、それは。 USB を買うのは、 USB の何を買うのかな。でもジョイント部分の可能性もあるんですよね。ヤマ電機、どこに問題があるか分かってないと買ったって無意味がありません。問題の切り分けからです。おお、結構寒い。また高田なんですか。長崎ならなぜ。ガイアメモリ差し込める、それはもうすでにありますよね。 USB-A だったら。本社、佐世保はあの長崎市の北側の方ですよね。 USB ですね。ただ私はケーブル断線の可能性も結構あります。使い方が使い方だから。こんななんかバッグの中でケーブルごっちゃごちゃにして、で端子の刺さってるところもすぐ近くでバッグの壁に当たって折り曲げられて、だいたい USB ケーブルはずっと使ってると根元のあたりで被覆が剥がれて中の銀色の線が出てきます。擦り切れるっていうよりはねじ切れるんですね。パンダタブレット、いや多分できると思います。
Android じゃないのは外付けカメラがつけにくいから、 Nexus 7でつけてる人もいるらしいですけど、そのためになんかいろいろ工夫しなきゃいけないのかなと思って、まあ、よく調べずに行ってますけどね。え、でもいるわ。お、これは？民家かな？民家っぽいかな。入り口らしいのが見当たらなかった。雨雲しばらくはなかったみたいですけど、こんにちは。まあこれ西側走ってるから西の方から来る雨雲は見えると思います。今これだとちょうど前方あたりから風が吹いてきて雲が流れてきてるから、向こう側の空見てれば大体大丈夫だと思います。あー、日は照ってるけど風冷た。いやー、意外と空気冷たいですね。さっきまでそんな感じなかったのに。踏切ありますよ。小町とか普通にあの踏切の向こうを通っていきます。今降ってないです。うん、しばらく雨雲見えないですね。今はちょうど正面方向から雨雲が来るんで、まあ、雨さえ降ってなければ走ることができる。足に入ってそれほど温まってないんですね。意外と温度低めでした。ん？雪雲？あ、その雪は、お、矢野口だ。南部線も矢野口ありますよね、矢野口駅。あ、ちなみにさっきあの足湯で話してたおじさんは、あの、奥さんの実家が目の前だって言われてましたけど、一周忌って言われてたから、去年奥さんが亡くなったのかな。で、それで今こっちの島に来てるって話でした。で、あのバス停が近くだったんですけど、バスの時刻表を2人で見て、あの人乗ってないんでしょうねとか話してました。あれ、もうトンネル違うな、これじゃないな。もっと高いとこまで行ってトンネルがあるはず。そうそう、どこから来たは聞かなかったです。聞けることは久す、はあ、ドーナツ。私も後で温かいものとか飲みますよ、どっかで。まずは道の駅かな。晴れてる晴れてる。晴れてると気分が全然違いますね。気温はそんなに、今空気冷たいけど。ですか。300m 左斜め方向だと海ですね。道の駅までショートカットするかにもよります。トンネルです。どうするかな。今日あの国道をそれて海沿いの方を網羅するようなルートにはしてるんですけど、あそこショートカットすれば福江港までは戻れるかな。鼻水ミイラクのユースに今日泊まるというのもあるんだけど、そしたら上五島ほとんど行けなくなるからな。明日の朝上五島に、いや朝間に合わんな、フェリーは多分昼に渡ると釣り合いの、うんですね。
勢いが全くなくなった今の向かい風で。ショートカットするかな、どうかな。ショートカットしたすぐ先が道の駅なんですよ。あるいは道の駅まで行ってから逆方向にぐるっと回ってくるという手もあるな。ショートカットするかどうか悩むのは道の駅に着いてからにして。背が高く、もう漁船かなあれ。割と大きいな。罰ゲーム、どれが距離は正確には分かんないです。どちらかというと今ここ見られる皆様の方がそこら辺有利なんですよ。ショートカットよりも、あ、ポニテか、ポニーテールとかツインテールとか、ツインテールって怪獣がいまして、島全部は回れないです。せいぜい上五島、あれ中通り島って言うんでしたっけ、もう一個の大きな島の方に行ける、行って行くくらいですね。何をする。まあでも五島列島の中だとこっちの福江島が一番でかいですかね。風が、逆回りしてたらもうちょっとマスだったかな、風向きとか。まあ変わらんか、一周する分には変わらんし。向こうの方はすごい崖ですね。あれ崖っぷちすぎて木が生えてない。よっと、はあ、でもあの角度から言うと全く生えてないのもおかしいな。採石場とかあるわけじゃないとは思うんだけど、できるか、まあいいや、そこしよう。音だけですか。聞こえない、すみません。なんとかショートカットって聞こえた。楽しいな。棒読みを、
今日なんか接触系のトラブル、接触不良系のトラブルが多いな。いや、電波なこれ。惜しい。スインテール。あの怪獣の絵しか出てこねえ。遮られた。ああ楽になった。そうでもなかった。ああこの辺りは電波なかったかもしれません。まあでもどっちにしろって感じですね。電波のあるまともに配信できてるとかえらい少ないな今回。放送はあまりできてないですね。 GoPro 録画だけだなこりゃ。
ちょいトンネル。何トンネル。タンナトンネル。
わ、これ1キロ弱あるのかな、それとも向かい風でそう感じているだけなのか。長い。あれ、なんか坂入ってない。放送はどうなったかな。電波来て、あ、来てるか。一言ツイートしとくか。ほとんど電波がないようなのでしばらく配信なしで走ります。走ります。テキストがいかない。これは左側にすぐ回り込んでくるな、バックが。なんだなんだ、猿かな。ちょっと
トントマリってなんか北海道っぽいな。違うか、ここじゃないか。まだ先か。ああ、でもすごいな。広っ。やっぱりこれがあれか。でもう一度先にもう一個の砂浜の綺麗なところが、ああ波がすごい。なんか当たってる。なるほど。一旦しまい込むか。これはトンネルがあるのかな。
お。なんか象が見える。うわ。風と寒さにやられてるな。ちょっとトイレ休憩。行かずにトンネルだな、あれ。
なんて言うんだっけ、ここは。ないのおかしいと思ったよ。でお前仏ヶ浦ってとこ行ったら自販機はあるけどもう死んでたな自販機が。風がないところに来ると落ち着くというか、この寒さに対して体が緊張している、その緊張が解けるので、ああうまく説明できないけどほっとします。
冷たい。体の中が少し温まった。ここもなんか鬼岳みたいな。火山岩かなこれ。よくわからない。
振り切ってない。綺麗だけどなぁ。ん？あれまさかサーファーってことはないよな。あ、いや、サーファーがいる。信じられん、こんな寒い中。一人だけサーフィンしてる人がいる。どうしようかな、この上さっきの銅像みたいなのがバッテリーは切れてる。もしかしてもうそろそろ寿命か、これ早すぎる。いや、午前中いっぱいだからもうこんなもんかな。ここで時計を合わせたって本当はあまり
味ないんだけど。12時30分、31、32、33。ここだけ見とくかな。おお。ああ、逆光か。もう上があるのか。展望台があるのかな。見たところ。出っ張った展望台見えないからこっちでいいか。罠が、危ない罠が。こうやって見たのサーファーの人はすごい快適そうに見えるけど、絶対めちゃくちゃ寒いはず。あれは台風落とさないようにしないと。さっきの銅像が見えたのはどこなんだ。上から
あ、あったあった。
覚えてよかったな、ここは。教会やったはず。左の方にまた漁港みたいなのがありそう。失礼しますけど。筆算用クラブ、筆算用、ひらがなで筆算用。なんか屋根がない干すとこだ。
あ、あれ教会か。いや違う、天神柱が十字架に見えた。あ、いや書いてあるな。こちらの道通ってりゃよかったのか。うわ、下る下る、今登った道が。あれか。こっち来て初めてちゃんと教会見たな。会津かな、教会。観光のガイドブックには基本的に中は教会の中っていうのは撮影禁止と書いてあったので、カメラを置いてちらっと見てきます。その間に、ツイートしとこう。
開いてませんでした。あとやっぱり協会の原則として撮影禁止っていうのはあそこにも書いてありました。あ、ツイートできてない。ツイート、バッテリー 50% か。これはこの先こっち側の道行っても行けるのか。行けるな。これはこっちの裏道行ってみたいな。ちなみにステンドグラスは中から見るとこうみたいです。砂利道というかさっきの分岐だ。鳥がいる。鳩か。
この道は一体何のための、旧道って感じにも見えないけど、民家ほとんどないし、向こうからあれは自転車か？ああ、自転車だ。こんにか。なんか池がある。うわ、良くないところで降ってきたな。Thank you.
これで飛行場近くに合流。千社ヶ墓。そういえばクジラの骨見てくの忘れた。あそこで突き出してるもの見て思い出したけど、なんだあれ。すごくなんか正常に立ってるようには見えない何らかの人工物がある。やった、なんだろうあれ。で、飛行場がちょっと左手の方。五島空港とは別に、なんか自衛隊の基地が向こうの、少し向こうの方にあって、多分そこ絡みだと思うんですけどね。道路がないな。防衛省の用地につき関係者以外の立ち入りを禁止する。福江島分屯地基地指令。確かに航空写真で見ても滑走路らしい灰色の部分はなかったような気がする。いや、何もないな。ピントがあったな。あ、道の駅向かうか。
ショートカット。お、牛。ビッグウェーブカフェ。ビッグガーデン。どこが？ここか。ん？天気がなんて。道の駅はどこだっけ？二楽町商店が左か。とりあえず左かな。リンアイジュース動いてない。廃屋だな。Thank you.
こっちか。道の駅は多分あっちの方かな。商店街。この商店かな。で、道の駅。万葉公園これかな。道の駅。お互いが切れてる。なんでお互い切れてる。道の駅は多分あっち。あ、出てる出てる。これだとこっちから行ったのかな。ちょっと戻って戻ってとかこっちに来る必要はあんまりなかったか。鬼サバ、鬼サバ。
レストランはこっちか。ふう。あ、これなんかあの干し場をイメージしたかみたいなベンチなのか。タバコを吸う人はあっちだからこの辺りを貸してもらうか。さて、じゃあこれと。GoPro 録画を一旦止めます。昼飯食ってきます。どこ行った。あった。じゃあお疲れ様。